もう乗って長いんですか。まだ1年1年ぐらい。あ、ワークですね。でもワークってね、人気メーカーの、そう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 、ワークのシュバートって。19インチですか。そうですね。この紫っぽい色ってね、またいいですよね。あ、やりました。あ、どこだ。すぐできちゃうんですか、これは。あと LED になってるんですね。ウッドハンドルも最初からですか。これはやりました。社外ですか。社外ってか、友達が見つけてきて。あ、そうなんですか、はい、高級感でありますよね。バッチリですね。うん、光るようになって。あのシフトですか。あ、下の、はいはい、ゲートのとこですね。そうです。相当広いです。いや、本当広いわ。サンルーフね。そうです、サンルーフライト知らない。わざとついてるやつを。あ、そうなんですか。どう狙って。そう、これ あるとね、いいですよね。前と後ろで開くやつが欲しくて。はいはいはい、はい、本当にこれがビンゴだったんです。へえ。自分の中で欲しいって思ったのが。あ、そうですか。 色も含めて。色は黒だった。あ、黒が一番良かったです。私黒が好きなんで黒が良かったんですけど。あ、まあ、これが気に入って買ったって感じですね。高かったんですか。200万。200万ちょっとですね。ああ、なるほど。やっぱ人気だから高いんですね、ある程度ね。なかなかベルハイアは入ってこないって言ってました。今距離は86,000km。 結構伸びますね。まだまだです。私車乗るのが好きなんで、ずっと乗って歩ってんで。あ、そうですか、普段も。本当に体調が悪いとか、具合悪いっていう時じゃないと車は動かないみたいな。運転楽そうですね。視界がすごいですね。みんなに外回り二郎かって言われます。あ、なんかするんですか、カスタム。とりあえずなんかエアサスとか入れたいかな。はいはい、エアロとエアサスですかね。なんかいろんなのあるらしくて。うん、そうですね、今ね。何を言ってるかさっぱりわからない。あ、多分種類がたくさんあるんですよ、うん、ベルファイアとか。燃費ってどのくらいなんですか。測ったことあります。ないですか。気にしないでガンガン行くタイプ。それになってみると、あと何キロ走れますよって出るじゃないですか、はいはいはい、それでも80何キロとかって出た瞬間に、あ、もう入れようみたいな。満タンじゃないとやなんです。不安なんですよ。もう乗り慣れてますね、余裕で。もう最初はやっぱ怖くて。ああ、これで納車しましょうって取りに行った時に、はい、でかすぎてガソリンスタンドが出れなくて、えみたいな、こう無理って言ってバックしてまた出てみたいな。そう、すごい切り替えが何回もあったりとか、スピード出せなくて、はいはい、もう初心者かっていうぐらいゆっくり走ってて。
Oh.